自分をよく見せようと嘘をついても、2ちゃんでは白色なスレミンが多いので、すぐにバレて恥ずかしい思いをすることがある。それをごまかすために嘘に嘘を重ねていく光景は、見ているこちらが恥ずかしくなる。今回はそんな2ちゃんで嘘がバレた瞬間を集めたスレを紹介する。スイカの残高1万円超えてるやつ。普通20万くらいは常に入れてるやろ。貧乏人じゃあるまいし。スイカの上限は2万なんだよな。すまんな。ワイはパスモなんや。パスモも2万上限やで。アメリカに決まってんだろ。トーイックって知らない？英語ですけど。俺は最高で942点を取りましたけど。よくわからないなら口挟むなよ、恥かくだけだぞ。トーイックは5点刻みだボケ。トーフルと間違えたんだよ。トーフルの満点は120オア300オア677だボケかす。サイコパスって人を仕草や行動パターンで覚えるらしいで。あと色の変化にも敏感らしい。イッチもそうなんか。わかる。色彩診断もすげえ高かった記憶。そうなんか。今適当に考えたんやけど当てはまるもんなんやな。嘘がバレたというよりバーナム効果が現れた例かも。バーナム効果は、多くの人に当てはまることを、これは自分だけが当てはまることだと感じてしまう心理のこと。書き込み数増えて赤くなったやつを NG にすれば滞る。はかどるちゃうんか？すぞてめえが、じ。お前も戸締まりしとこ、だろが、じ人間が、すぞ、が、じ読む取りすぎて日本語喋れなくなったんやな。嘘というか、間違いを指摘しただけで、この返しは切れすぎである。身長192センチ体重 108kg 体脂肪率 11% やけどしっかり食えよ。基本的にプロテインで作る気するじゃなくて飯で体作るんだよ。さすが南ジェーミンや。ありがとな。ちな中学時代人、したことある。これ好き。くさ、マジで嘘ってつかん方がええな。ワイランボルギーニムルシエラゴ乗り、彼女のフルパワー兵費に別れを決意。電動だぞ。電動なのにわざわざ腕伸ばして自力でフルパワー兵費かましてきたんや。電動は嘘だぞ。これこれ。野蛮すぎでしょ。これタコやん。イカには頭の上に胴体、消化器官などの内臓、があるんやで、にっこり。ためになったか？このムチオタが。だからこれその胴体を切ってあるんやろ。嘘じゃなくて勘違いしたんだろうけど、にっこり、の威力がすごすぎてわろた。被爆っていうのは原爆を受けた場所って意味じゃなくて多量の放射線が体を貫通することを言うらしいぞ。被爆って文字から爆発したところだと勘違いしてるやつも多いだろうけど。それは被爆やないんか。ほーん、漢字知ってて偉いね。はいはい、頭いい頭いい。これ嘘ではなくね。言うほど早いか？Y が高校生の時は3分台あったで。周りの野球部のやつもだいたい3分台。4分超えたらしばかれたからな。4分半って中学女子でも出すやつおるよな。4分切れない時点でスポーツマン失格やろ。遅いで、運動部入ってて4分30じゃ笑われるで。うちの中学陸上部15004分30秒でもレギュラー入れるか怪しかったで。高校とかもっと無理ちゃうの。さすがに4分半は遅くないけど早くもない。陸上部なら4分切るのは当たり前レベル。2013インターハイ、男子、1500メートル、決勝、1着、3分47秒54、以下約。面白いなこれ。全員が嘘つきだ。こんなことしたら田舎者どもが調子に乗るだろうが、普通に都道府県名で何の問題があるんだよ。県名表示いらん。ビビってんのか？田舎者。しまった。最低のタイミングで復活しやがった。深夜に増えた。これもう受け狙いやろ。三大甲子園のエラー。岩国のショート。下関省のセンター。ゲッツーもフィルダースチョイスの一種だぞにわか。マジモンのが、ジアンケ。ガチが、ジか。ゲッツーは、一つのプレイで二つのアウトを取る行為だが、フィルダースチョイスは、野手がアウトを取る場所を選ぶ行為のことを指す。そのためゲッツーをフィルダースチョイスの一種というのはお門違いなのだ。まあ多少もない人生を送ってる奴が成功者を叩いてるのか。税理士一発合格、早稲田卒、身長182、都内85階タワマン住みましょうもない人生なんですか。あぜん。東京都内に85階建てのマンションなどない。今建設中の新宿の60階が東京の最高層だ。お前が知らないだけだろにわか。俺が言ったのは海外の都内マンションのこと。
海外住みだからね。日本住みなんていつ言った？にわか。海外の都内はすごいな。一応海外の都内は存在するけどね。次は、東京芸大生と言い張るイッチが投稿した画像。学生証は、プラスチック製で硬いものが一般的だが、この写真はどう見ても。これでいいか。見終わったらさっさと黙るか美術の成績アップしてみ。なんか上の線ぐにゃぐにゃしてませんかね。こんなんでごまかせるわけねえだろ。プリントしたみたいな薄さですね。次は実力を証明するために絵を描くんだよ。握手しろよ。それよりブラジルの選手6メートルとか飛びすぎやろ。ラビレに5メートル98で勝てないとか悲劇すぎる。もう高飛びほんまむずいよな。中学の時にちょろっとやらされたけど、6メートルくらいしか飛べんかった思い出。国立は知らんけど私立はどこでもあるんちゃうか。ちなけい。慶応は今日休みやぞ。授業あるのは文化の日や。よく考えたらワイは早稲田だったわ。これ草。まさかなんじゃって嘘ばっかり。基本ネットの書き込み程度じゃ捕まらんで。指令原則言うて事件の大きさと捜査費用は指令関係になきゃいけない。よほど証拠が揃ってない限り、ネットで晒したりガキ同士の成功宣言した程度じゃ警察動かんで。指令原則っていうのは犯罪に対して必要最小限の罰則を与えるって理論だぞ、知ったか。捜査指令原則をご存じない？それも罪の大きさじゃなくて実体的真実発見と適正手続きの利益効用の話だぞ。ちゃんと勉強しとけよ。あかん本物っぽいの出てきたわ。加点から消えるで。ほな。素直に負けを認めているだけ、マシである。近所のゴミ屋敷放火されてて草。消防車くそうっせーわ。なんで放火ってわかった？この。嘘松じゃないでいき。サイコパスですと、あなたを見つめている人がいます。その人は何歳くらいですか？ゼロ。これ年齢高い方がサイコパス率高いらしい。間違ってタイピングしたんだ。逆。嘘ついてごめんな。本当は逆やで。ごめんなって言ってくれるの優しい。これサイコパスになりたいサイコパスなんじゃね。スキヤのキングは？スキヤのキングは全盛期の時。一食で13杯と卵96個が限界あった。昔大食いの番組出たことはあるけどそれでもタレントには勝てんかったからあいつら化け物やで。このペヤングやったら10個は確実に今でもいけると思う。嘘かどうか判明してなくね。典型的なリア充既婚者の休日生活。7時、起床、閑静な住宅街を犬、ブランド犬の散歩。近所に、〇〇さんの旦那さんかっこいいという噂。8時、美人妻の美味しい朝食を家族で食べる。高級旅館の朝食の出来栄え。10時、コストコとイケアでショッピング。12時、一等地のレストランでランチ。13時、イオンシネマで映画鑑賞。15時、三男のリトルリーグの試合観戦。16時、長女のピアノコンクール鑑賞。18時、カフェで妻とまったり。19時、家族に得意料理、ステーキ、を振る舞う。家族全員から大絶賛。20時、家族でマリオカート大会、Wii U。22時、テラスで妻と酒飲み。24時、ダブルベッドで就寝。恋愛未経験者及び独身者はどう甘いても勝てません。悲しいな。三男長女とカフェ夕飯の間にワープする必要あんな。これは最初から騙す気ないだろ。それでは次に一致の見解が全部間違っているという残念なスレを紹介する。お前三権分立も知らんのか？政治、憲法、警察だぞ。これを NPB に置き換えて考えろ。憲法と警察が独立した機関でなければ、つまり NPB と審判団が同一組織ならなんだってありになる。今世紀最大級のアホ。モンテスキューも呆れとるわ。司法、警察、行政、政治、立法、憲法、何が違う？重箱をつくな。くさぁ、ゴリ押しできてへんやん。重箱ツンツンで笑った。最後まで突っ込みどころを残すボケの鏡。先に正解を解説すると、三権分立とは、法を定める立法権、法に沿って政策を行う行政権、法律違反を罰する司法権の3つをそれぞれ別の機関が分担する仕組み。それぞれの機関とは、司法、裁判所、立法、国会、行政、内閣を指す。ちなみに NPB は日本プロ野球機構のことで、一致は野球の審議について何か言いたいことがあるようだ。重箱をつくなすら違ってて草生えますよ。
重箱をつくなというのも、おそらく重箱の隅をつつくなと言いたかったのだろう。とても細かい点まで問題にして口うるさく言うことを意味しているものの、細かいことというよりは、一致は根本的に間違っていることなのだ。警察は行政やぞ。地方警察、いわゆる競技の警察官とかマトリとか、と行政警察、保健所とか駐勤やポイ捨ての取り締まりの下請けとか、ってのら別々におるんやで。どっちにせよ行政権の範疇やん。学校で習ったんやろな。先生、そんなこと教えてないですよ。警察は憲法と並び立てるとか怖すぎる。分立してなくて草。憲法が立法ってどういうことやねん。改憲派か。警察が強すぎて草。まだ高校以下なら救いがあるけど、これが30以上の中年が言ってると想像すると。高校以下のがリアルタイムで習ってるんやから、こんなアホなこと言わへんやろ。よくわからんくてググったけど、内閣と国会の違いって知らんかったわ。いかんでしょ。まあ議員内閣制だからアメリカほどはっきり分かれないけど。全部かすりもしてないってのすごい。分立の理屈はわかってるのになぜそこを間違えるのか。警察が司法も司るとかディストピア小説か何か。戦争、平和、革命やぞ。終わらないワルツやんけ。内閣の国会の違いってなんなん。そもそも内閣は組織で国会は場所やん。ええ、いいから教えろやゴミ。国会は組織だぞ。場所は国会議事堂だゴミ。国会って例えば誰がおるん？国会議員や。あーすまん。内閣の方聞きたかったんやわ。内閣って誰がおるん？選挙で選ばれた議員や。内閣はその与党のトップ、実際は指名だが大抵トップが選ばれる、とそいつが選ぶ国務大臣によって構成される行政組織のことや。だから、それじゃ二権分立やん。内閣はみんな仲間やから好き放題できるし、それでいて与党やから国会でも好き放題できるやん。好き放題できんようにするために憲法があるんやろ。国会議員は与党と野党に分かれてるから好き放題とはいかんぞ。でも与党イコール正義、野党イコール雑魚やん。だって与党は国民から選ばれたんやからな。国民から選ばれなかった雑魚どもがいくら吠えても嫌なら与党になればって論破できるやん。いや野党だって選ばれてるだろ。過半取れなかっただけで。野党に入れた国民の代弁者として与党を攻撃するのは彼らに課されたお仕事っしょ。少ない時点で雑魚やん。この世は多数派が正義なんやぞ。多数決と民主主義は違うんだよ。例えば今日の献立カレーがいいってコマ6割、ハンバーグがいいってコマ4割いたとします。ここで6割の人が望むカレーに決めるのが多数決。4割の人の意見も取り入れてハンバーグカレーを作るのが民主主義。カレー派の半分以上がハンバーグ嫌いだったらどうするん？カレー派は正義という前提があるから、カレー派大なりハンバーグ嫌いカレー派やとしても普通のカレーになるん？ハンバーグ嫌いな奴がそんなおるわけないやろ。ハンバーグカレーのハンバーグってハンバーグ単品として出てくるハンバーグと違って明らかにハンバーグカレー用のハンバーグ感出てて嫌いやわ。カレーかハンバーグ食べたいって聞いてんのにハンバーグカレー出されたら怒るわ。ハンバーグカレーってカレーにハンバーグ乗ってるだけなんやからほとんどカレーやろ。都民、築地がいい。都民、豊洲がいい。小池、両方。都民、まあこうなることもあるからな。だから実際はハンバーグカレーが落としどころだよね。両者ともそれで納得だよね。と議論する機会が設けられとるやろうが。なんで両者の意見のちょうど真ん中を落としどころにしとるん？カレー派の方が多いんやから少しカレー派に近いところを落としどころにするべきやろ。だから例えばなしやろうが。そら場合によってはハンバーグはまた今度ね。となることもありうるやろ。多数派が正義なんやからそれが普通やろ。どうして少数派の気概に合わせなあかんの？そもそも多数決って議論した上でやるもんやろ。中卒かな？話し合いの末、少数派が最初に出した意見の方が合理的だと結論付けることなんて十分ありうるだろ。は、カレーとハンバーグが好きかどうかなんて議論で決めるもんじゃねえだろが、じか。それはちゃうで。それは少数派の意見が合理的で多数派の人間が寝返って最終的に少数派が多数派になっただけや。つまり結局多数派が正義なんやで。カレーとハンバーグでレスバトル始まってて草。考えることを諦めたスレミンたちは、様々な三権分立を挙げていく。冷蔵庫テレビエアコンなんだよな。トヨタホンダ日産なんだよな。リコールされてるぞ。こういうどこから突っ込めばいいのかわからないレス大好き。火力水力原子力だよな。政治家が世の中牛耳って憲法が人を裁いて警察がとっちめる世界か。そもそも NPB の話で三権分立関係ないやろ。モンテスキューは野球民だった？
愛と勇気と希望やな。草まみれになったわ。立法、法律を制定する。司法、法を適用し裁く。行政、法によって定められたことを実行する。 Y 字はこんな感じだと思ってたわ。つうかお前らもそこまで詳しく知らんやろ。その認識でええぞ。大体合ってるで。ただ行政は国家作用から立法司法を除いたものって覚えた方がええと思う。頭いいふりしたアホの回答ってなんでこんなおもろいんやろ。スレがひっちゃかめっちゃになってて草。そもそもこいつはろくに知らんのになんでそれで例えようと思ったん。NPB の審判が試合の中止判断権限持ってるのはおかしい。NPB と審判は別組織であるべき。って言ってた。習ったらすぐ使うと記憶に強く残るを実践した素直な子やぞ。Y も国民の三大義務も覚えとらん。納税、教育を受けさせる、やろ。あともう一つなんやっけ。労働だよ。働けニート。そうやったわ。働かないけど3月。普通うろ覚えやったら書き込む前に一回ググるよな。こいつは政治憲法警察で確信してたんやろか。内閣、行政、立法、立法府、司法、国会、全部わからんわ。法を立てるのが立法府である国会、国の運営である行政をするのが内閣、法を司っているのが裁判所。国民三大義務、国民三大権利、三権分立、これ全部言えないと、されるとして税民の何割が生き残るの？わいは何一つ言えんかったわ。すまん三大権利とか知らんわ。勤労、教育、納税、教育、参政権、生存、司法、立法、行政。なぜ覚えてないならちょっとググってみようと思わないのか。著名で顔がわからない分、気が大きくなってしまうのもわかるが、嘘をつくとろくなことにならないのは確かである。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは自分がついた嘘がバレて、恥ずかしい思いをしたことはありますか？よければ、コメント欄で教えてください。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。